everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。11月1日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日のねリスナーさんの名前を叫ぶわ。ゼニガタ警部、いつもメールありがとうさーん。滑り王子マスクマンでございます。はい、久しぶりにキャンプに行ったんですけど、今回は山じゃなくて海に行きました。海のキャンプなんですけど、泳いだ海のキャンプというか海が近いけど川沿いのキャンプなんですけど、でも、うん、魚が新鮮で美味しいっていうのは嬉しいなと思う。ミスミコミスキーと、そのキャンプ行ったんですけども、ですね、川が前にありまして、で、あゆ釣りができるとこなんですね。うん、ただ、まあ、季節的にはちょっと難しいかなと思ったんですけども、うん、いやー、このね、あゆを釣れてるところですごい綺麗な川なんですけども、ふと思ってしまったのは、王子がそこにいたら突き落としたいなと思ったダンサーでございます。なんで？冷たいよね、多分ね。はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマは？ドキ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 。今週のテーマはドキドキです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、FMJG 代表の宮平真一さんとなります。22時14分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールをご紹介する前にですね、はい、先週募集しましたですね、はい、ステッカー当選者を発表したいと思います。はい、あれは私からでよろしいですか。はい、どうぞお願いします。俺がですね、はい、あれですね、はい、王子ステッカーでございますよ。はい、王子ステッカーの当選者はですね、はい、あんつばさんです。おめでとう。俺はね、なかなか本当にね、よくね、この番組の中でも言いますけどもね、ご利益がありますのでね、できることならね、玄関にね、貼っていただきたいなと思いますね。おだまり。ちょうどね、あんつばさん誕生日もありましたからね。おめでとうございます。おめでとうございます。誕生日プレゼントがね、はい、赤枝わさびではなく、はい、王子のステッカーになっちゃったと。いや、いいな。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さてさて、もう一つ、キウナゴヤステッカーですね。キウナゴヤステッカーはですね、番組ステッカーですね。はい、番組ステッカーです。はい、こちらの当選者はですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからって、
はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、番組ステッカーもかっこいい。番組ステッカーはね、ほんとかっこいいんですよね。ちょっとね、いつものロゴの青色バージョンじゃなくてね、ゴールドバージョン、ね。うん、そうだよね。ね。はい。王子のステッカーに負けず劣らずのね、かっこいいステッカーですね。うん。ね。うん、負けず劣らず、うん、え、うん、もしかしたらまたこれ違うあのニュアンスで。ちょっと、メール進めていただけますか。はい、はい、じゃあメールを紹介したいと思います。はい。先週の共同作業のテーマでね、お読みしたいと思います。はい。銭形警部さんからです。ありがとうございます。昔、現場の解体作業による共同作業は危険を伴うことが多いので、現場担当者の指示に従わないと、大怪我や死亡事故になりかねないことがあります。掛け声や的確な動きをしていないと、共同作業は大事です。掛け声や的確な動きをしていないと、共同作業は大事ですね。実際に現場作業をやっていた私は、一緒に作業をしていた一匹狼のおっさんと言われたけど、おじさんは現場担当者の指示を聞かずに作業していて、解体していた鉄骨の一部がおじさんの腕に直撃して骨折し、入院になった後に首になってしまったといきさつがありましたので、一言ではありませんでした。ということです。うん、本当にそうなんですよね。でも本当にね。やっぱり、うん、ここで一匹狼発揮しちゃダメですよね。そう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 。あのね、やっぱり共同作業の場合はね、うん、あのね、まあ、呼吸を合わせるっていうかね、こう息を合わせないと、うん、こうバランスが崩れたりとかしますからね、うん、危ないんですよね。危ないですよね。皆さんお気をつけください。ね、はい、本当ですね。ということでですね。はいはい、はい、テーマ。うん。うん、今週のテーマに、はい、ので言ってもう大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。はい、じゃあお願いします。はい、ですね、はい、あら、ステッカーが、ね、当たったね、うん、プライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、ドキドキ。定期的に病院へ診察を受けに行くのですが、じゃあ血圧測りましょうねと言われるとドキドキしてしまいます。王子も一緒だね。家で測るより数値が高めになることが多いですね。寒くなると血圧も上がりやすくなるようなので気をつけなければなりませんね。皆さんは血圧大丈夫ですか？ということでございます。うん、はい。王子、血圧大丈夫ですか？測ってません。え？測ってないの？うん。健康診断とかあるじゃないの？まあ、ちょっとこう気が向いて病院に行った時にね、うん、血抜いたりとかさ、血圧をやるんですけど、最近は行ってないですね。調子が良すぎて。行かないんだ。うん。調子が良すぎてね。ちょっと前にね、健康診断があってね、やっぱりちょっと舌が高かったなーっていう。あ、でもね、やっぱり年齢とともにね、上がるんですよね。上がりますね。私、本当にすごい低血圧で、舌の血圧とか本当に低くて大丈夫かしらって思ったのに、今や舌の血圧を気にしないといけないお年頃になってしまいました。でもね、それしょうがないね。しょうがない。よくしょうがないね、本当に。ねえ。そういう方ね、たくさんいらっしゃいますんで、まあ、王子もそうなんですけどね。ねえ、ダサーズどうだったかな？普段高いんですよ。うん、で、たまたま健康診断、この間あったんですね、一瞬。うん、ちょうど、はい、先週の水曜日ですね、うん、にあったんですけど、思ったより高くなかったんですよ。うんうん、なんだろう。なんか、これは日頃の行いかなと。え、そういうことで、この前、内科行って、血圧測ったんですけど、うん、まあ、やっぱりそれ高かったので、まあ、その時に体調もありますよね。まあ、うん、まあ、まあ、健康診断はもう、運ですね。うん、なんで？その運っていうのはね、うん、そういう時もありますよ。はい。FMJG の新一さん、ツイキャスで、うん、こんばんは、うん、今ちょっとドキドキしていますって。あら。あら。いや、ドキドキするようなトークは特にないと思いますけどね。この王子とは喋るからかな。かな。はい。いや、ね、王子もドキドキしちゃうよ。まだ大丈夫ですけどね。うん、その、新さんがゲストで出られた瞬間に血圧も上がりますので。うん、あ、カープボーイさんからね、うん、はい、今日誕生日で義理の妹のおかげで久しぶりに焼肉を食べた、美味しかったって。ああ、そうですか。お誕生日おめでとうございます。ドキドキすることなんかほとんどないな。運動不足だから少し歩いただけでドキドキするけど、それぐらいかなってなんかみんなそんな感じなのね。運動不足だね。ねえ、カッポーイさん誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、ということで、うん、はい、あ、いつもういくつだけ紹介してください。はい、はい、お願いします。はい、ですね、こちらはですね、はい、あ、
モンタキラジの美奈子さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。私のドキドキ話は、はい。卵さんと電話でトークしたとき、うん。卵になってますよ。あれ？うん。卵さん、じゃない、うん。卵さん明るくてイケメンで、でしょ？また機会がありましたら、卵様とトークしたいですわ。でも、夜中の12時にはガラスの靴から島造りに変わるんですけど、いいですか？大丈夫。シンデレラ。うん。あの、王子の場合もね、まあ12時になったらね、うん、まあ一応あの、ガールズバーの店長に変わりますんで、うん、大丈夫ですよ。ね、それ今日気になってんだけど、その髪型どうしたの？いや、ちょっと短く。ねえ。うん、はい。うん、なんかボサボサヘアでパイナップルみたいになってるけど、うん、これね、だからあ、もう時間ないですね。はい、ということで、はい、CM の後は宮平慎さん登場です。キウナゴヤ、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 あ、よろしくお願いします。名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中、はい、社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010、ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は、地図アプリで検索。キウナゴヤ。はい、ゲストコーナーです。本日は FMJG の代表されています宮平慎さんです。こんばんは。こんばんは。どうも。慎一です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、はい、もうまずですね、はじめに、お礼を申し上げなきゃいけないことがございまして、この王子、あ、何でしょう。早速ですけど、王子ステッカーのデザインを。
やっていただきまして、ありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ、すごくね、なんていうか、いい経験させてもらいました、こちらもね。はい。ありがとうございます。王子でございます。ああ、王子ありがとうございます。ありがとうございます。ね、この素晴らしいね、このステッカーのデザインがですね、皆様にね、好評でしてですね、もうまた、私のね、顔によく似てると言われましてね、素晴らしい、この特徴をよくね、捕まえていただいてね、本当にね、感謝申し上げます。ありがとうございました。いえ、こちらこそ、すごくね、作業自体は、楽しくやらせてもらいました。はい。よかった。本当にですね、この、仕上がりがね、素晴らしいもんですからね、もう、いろんな方にね、お配りしたいなと思うぐらいね。で、またこれ、新さんのね、この素晴らしいデザインによってですね、ご利益がね、またさらにね、パワーアップすると思いますので、大変ね、嬉しく思います。本当にありがとうございました。あ、いえ、こちらこそ、ありがとうございます。あんまり喋りすぎると、はい、ね、みそちゃんが喋れないので。大丈夫です。どうも、新一さん、ありがとうございます、ステッカーね。いえいえ、本当に、はい、こちらこそ、でもいつもお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にね、その、デザインの完成を見て、本当にすごいなって思ったのは、細部にまでこだわりがたくさんあって、うん。なんか、すごい、この仕事のきめ細やかさっていうのをものすごく感じましたよ。ああ、ありがとうございます。まあ、そうですね、こだわりというか、まあ、まあ、こだわりになるんでしょうけれどもね、まあ、せっかくなんで、ちょっといろいろ、こう、ね、細かく、おっしゃるように、細かく、こう、書き込むように、ちょっといろいろ工夫してみたんですけどね、はい。ねえ、なんか、特にちょっと、このあたりこだわりましたっていうところを教えていただけると嬉しいです。まあ、一つ一つね、説明するとキリがないんであれなんですけど。そうですね。たくさんね、細かいところ。できるだけこう、まあ、王子の特徴を捉えながら、で、細かい、こう、なんていうんですか、王冠とか装飾部分、そういうのも、きっちり手を入れながら、まあ、ゴージャス感を出して、そして、まあ、王子の、こう、親しみやすさっていうか、まあ、肌の色も多分、王子の色に近いような感じに、ね、なってるんじゃないか。まあ、できるだけ、こう、王子を観察して。恥ずかしい。見られちゃってる。僕なりにね、はい。いや、本当にね、まとめるようにしました。はい、あれですよ、この肌の色具合もね、ちょっと、私、地黒ですので、いい感じに仕上がってます。うん、ありがとうございます。今、まあ、王子ステッカーも、この番組のために作っていただきましたけれど、あと番組のステッカーのね、ちょっとまた、ステッカーにするにあたってのプロデュースもしていただいて、なんか素敵な仕上がりになりましたけれども。うん、あ、いえいえ。そうですね、まあ、名古屋っていうことで、やっぱ、ゴールドのね、こう、感じを出したかったんですけど、若干こう、シックな感じになって、もう少しこう、きらびやかさがあってもよかったかな、個人的にはね。まあ、カラーリングはね、いろいろこう、検討はしたんですけど、まあ、結果的にこういう感じになってるっていう。いや、なんかこのシックな感じがまた、ちょっと私はお気に入りですけども。ああ、そうですか。はいはい。ありがとうございます。また今最近手掛けてらっしゃるお仕事っていうのはどんな感じのお仕事がありますでしょうか。ですね、そうだ、ここ最近ですね、はい、首里城のね、ナンバープレートの、はい、県民投票がね、あると思うんですけれども、それにエントリーされまして、僕の作品が。あ、そうなんですね。はい、それやっぱりたくさんいろいろ応募がある中で、エントリーした、ね。あさってまでなんですけどね、県民投票が。はい。あ、県民投票があさってまでということで。はい。はい。なんか聞くところによると、はい、応募作品が170ぐらいあって、その中から最終の9作品が選抜されて、その9作品を中に、人気投票で、人気投票をして、車のナンバープレートに、まあ、一番にな、得票を得た、絵柄が、ナンバープレートに採用されるという、なんか、企画になってるみたいなんですけどね。はい。あ、それがあさってまでということで。
そうですね。170ぐらい応募があった中から、9作品が選ばれて、その9作品の中のそのナンバープレートのデザインの投票がちょうど今、あさってまで行われているということですね。はい、はい、そうです。これって検索して、こう、見て、見ることはできますよね。ナンバープレートのデザインの、その、ああ、そうですね。今、ツイキャスの方でも紹介されてるんですけども。今、ツイキャスをご覧の方は、はい、ね、ちょっと作品が、ね、見れるかなと思いますけれども、沖縄県内の在住の方は、その、はいはい、投票ができるということですよね。そうですね。はい。県外の方は、まあ、参考というかね、県外は、うん、県外の方もできるんですけれども、まあ、参考の投票になるという。なるほど、うん。はい。ことで伺ってます。いや、素敵ですね。はい、でも、こんな風に、なんかいろんな作品がありますけれども。これ、番号言ってはいけないんですか？ああ、どうなんですかね。あまりどうなんですか、ね、これはちょっとあれなのかな、やっぱり。ん？なんですか？その、新地さんが手掛けたデザインの、が何番っていうのは、はい、こう、言わない方がいいですかね、やっぱりね。ああ、そうですね。どこだけお話ししてもいいですか、うん、はい。僕のデザインは、6番。エントリーされてます。これですね。はい、こちらですね。6番ですね。はい。すごいですね。まあ、一番、まあ、地味な感じなんですけど、うん、まあ、これで見ると少し分かりにくいかもしれないですけど、首里城の正殿と、うん、まあ、ウナって言って、真ん中のな庭ですよね。中庭。正殿、ウナ、うん、そして南殿、北殿で囲まれたこう空間を、うん、真正面から、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、結構細かく、瓦の一枚一枚とか、竜の鱗とか、そういうのをもう、まあ、王子のステッカーと同じようにね。また細かく見るとね、こだわりが、ですよね。あ、う、あ、ん、素晴らしい。はい。寄付金なしだとモノクロになるんですね。そうですね。で、モノクロだと、まあ、人によっては、うん、なんていうんですかね、明治とか大正、まあ、昭和の、うん、白黒写真に見えるとかっていう、うん、お話もあって、うん、まあ、少しノスタルジックな感じに、うん、なってますけど、うん、まあ、基本的には、まあ、視認性も考えた上で、うん、こう、首里城のベンガラ色、エンジ、赤、うんね、赤茶色っぽい感じの色を、うん、まあ、単色でね、コーディネートするっていう感じで、うん、試してみたんですけどもね。はい。ぜひですね、ちょっと沖縄在住の皆様の方、ぜひ投票の方、いただきまして、ね、検索としては、沖縄ナンバープレート、首里城で出てきますので。原則首里で出てきます。はい、そうですね。はい、はい、これで出てきますので。ナンバープレートとかね、投票とか、はい、そういうのが、検索ワードで入力すると、はい。出てきますので。はい、ページになると思いますので。はい。ぜひ、興味ある方はぜひ、はい、一度ご覧になってください。はい。はい。はい、シュプリームさんが最終9作品の中にノミネートされるだけでもすごいですねって。はい、本当は、すごくありがたいですね。もう、僕としても、まあ、ちょっと信じられない感じではあるんですけども。はい。私、もう自分から言うともう、この王子のステッカーとこのナンバープレートのデザインと、この、そのデザインをするっていうものは同じなんですけれども、うん、この、その、それぞれのギャップっていうのが、なんかすごく、うん、はい、なんとも言えない気分ですね。うん、いや、でも逆に言えば、もう、この、旧作品にノミネートされる方にデザインしていただいた旧名古屋の王子ステッカーっていうのはとっても誇りに思います。素敵。本当にもう。まあ、僕としても、逆に皆さんへのね、恩返しっていうことで、まあ、なってるかなっていうことで、うん、僕自身もね、すごく、嬉しくね、感じてるところです。はい、ありがとうございます、はい。本当にね、こう、ね、毎週番組を応援していただいて、スポンサーにもなっていただいて、なおかつ王子のステッカーも作っていただいて、
という、ということでですね、時間となりました。あれ、王子なんか喋り足りなそうだけどいい？いや、もうさっき喋ったからいいですね。いいよ。はい。あれ、あれ、あれ、そうなの？はい。じゃあ我慢します。ということで、はい。はい。本日は、FMJG 代表であります、皆平慎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。岐阜の8人のバーバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。予想以上に可愛い王子ステッカー届きました。あ、よかったですね。可愛いんですか？とっても可愛いと思うよ。プリティな感じ。コマネチしてるけど。あのポーズもね、またちょっと昭和感を出してこだわりでね。昭和感なんですよね。うん、そうですね、うん、はい。貼るのはもったいないので、今は眺めています。いやいや、貼ってください、ね。もう、雨ざらしにしちゃってくださいよ。でも、それぐらい耐久性耐久性あるんですよ。はい、ちょっと素材はこだわりましたね。はい。そうですね。はい。一平二平デービルっていうことでございます。してからに本日のテーマドキドキですが、私は沖縄に帰省する日の前日から朝はちゃんと起きれるか、電車飛行機にも間に合うか、いつもドキドキしてるんです。乗り遅れた夢とかも見たりします。皆さんはそんなことないですか、ということでございます。あー、でもね、まあ、うん、朝ね、早起きしなきゃいけないという時はね、うん、あの1日前ね、この目覚ましをかけたりとか、ちょっとドキドキしますけどね。ね、ドキドキしますよね。あ、浦添のしんちゃんが6番に投票します。ありがとうございます。ありがとうございます。もう1つ行けますかね。あ、厳しいですね。厳しいですか。じゃあ、はい、また来週紹介したいと思います。はい、はいはい、エンディングです。はい、来週のテーマはフルーツ。来週のテーマはフルーツになります。好きなフルーツ、フルーツタルトが好き、フルーツへのこだわりなど、フルーツエピソードをお送りください。この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャーの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。泉さんの特急佐藤さん、シプリームさん、沖縄大輔さん、高坊さん、おかちからもしさん、ペーターさん、 FMJG 新一さん、いっくん、カップボーイさん、シプリームさん、時間ですかね。はい、ありがとうございました。はい、閉店。